どうもおはようございます9月2日6時13分の相場解説ですけども140円乗りましたね140円を超えたんで多分これからね順番に決済が始まると思いますまあ私もそのうちの一人なんですけどももうね多分ね140円の171を今つけてますけどもたまにね200あたり行くでしょその前後でどっかで決済して下に行く流れが一回起きるんじゃないかなと思ってますまあでもねすぐにね 反例で再度エントリーすすると思いますよ私もそうですけどもで今回言いたいのはしですけどもここですよここを越えたらどうかなってことをずっと言ってましたけども超えたでしょで超えた瞬間に大きな要線ができたでしょこれはだからお話しした通りですよこの以前のこの力点を越えたら大きくブレイクするよってこととヒゲが出てますからヒゲの先っぽこれを抜けたらさらに伸びるよっていうのがまさに実現したでしょ だからこのパターンを覚えておいいくださいよ、ね、かつてはここも同じですよ。ここを越えたらグンと上がれよって上がったでしょ、ね。そしてヒゲ先。今回ヒゲ先はダブルできてますからさらにね切り板でもあるんですよ切り板。方眼紙のこれね線ここは予約決済を入れたい心理が働くとですよだからこっからブレイクが大きいわけですよ。でブレイクが大きいけども儲かった人は利確をするからここで落ちるわけでしょ まあ材料とかもありましたけどもね。で、落ちたら落ちたで、全体の方向性が右肩上がりなわけですから、私みたいに140円までノンストップみたいなの考えてる人が、またここでね、玉を入れてくるわけですよ。なのでそうしてなるべくしてなってるんですよね、これが。で、一旦140円直前で、利格をした人が、ボーンと資金を得たわけですよ。さらに、資金を得た人が得た資金で、今度セルまで打ってきてるわけですよね。そういうのが、 このチャートから見て取れて、いろいろありましたけども、再度140に向かうときは今度は行くでしょうってことをお話し通り行きましたよね。それが7月、8月中に行くと思ったけども、8月中にはなんかね、途中でレンジが差し込まれていかずに、でもレンジブレイクした瞬間に、昨日から今朝にかけて行ったってことです。それがこの冷やしで物語られています。あの、この冷やしの完成形を見て、どのようなストーリーを描いてここまで来たのかってことが、話せることも大事ですよ。その後付けの解説ができることも。 後付けの解説もできない人が先付けの解説できないでしょだから完成したチャートについての解説動画を送ってくださる方がいますけどもその人はやっぱりもう勝ててますよねまあ勝てるからどう,いうこうゃない力がついてますよその人はだからそれもねやっぱり舐めない予報がいいですあの何ですかね事後動画ねことが起きた後に自分なりの理屈を当てはめて解説するっていうのができないとダメですよ で、私たちはこれから先の、まだ書いてないチャートまで解説するわけですからね。<laughs> それはそっちは外れることもありますよ。まあでもそれがテクニカルですからね。じゃあ次4時間行きましょうか。今回共通の動画になってますんで、オリガルヒの方と、あの、速価塾限定動画の両方を見ることができます。だから速化塾限定動画しか受け取ってない方はラッキーだと思ってくださいよ。ここにもオリガルヒで、あの、お伝えするべき内容を盛り込んでますからね。ここまででも、あの、 一つ勉強になったことあるでしょ。これは本来でしたらオリガルの方を優先的に、あの、築き上げたいところもありますけども、やっぱりそっか塾の熟生さんもね、私の熟成さんなんで、あの、放置もできないんで、たまにこうやってね、ちょろちょろっとオリガルの内容を漏らしちゃいますからね。はい、これ4時間なんですけど、右肩上がり。もう言うことはないですけども、まあ、ここ材料が、あ、材料、材料違う。材料はこの辺にあったんですけれどもね、ぐーんと伸びていったところでございます。ぐーんと伸びて、 いろんなことがあったけども、結局、これ、レンジを作ってレンジブレイクで、140円まで一気に駆け上りましたよねっていうところが、ここに見て取れるわけですよね。4時間ね、うん。で、これからの話をしたいんですけども、145円の方向に向かいますよ。<laughs> そりゃそうでしょう。<laughs> これ、円安を止める要素ってなんかあるんですか円安を促進する要素しか出てないんですよ。だから私は、決済した後にね、長期を。長期を決済した後に、 ロット半分に落としてままた入れますからね多分私と同じくらいにいる資金力とか技術力のあるトレーダーさん同じくらいりますよそれがそういったコミュニティにいて見えるんで私もここでお話しするわけですよまあでもファンダメンタルってのはねより大きなファンダメンタルによって簡単にねじ伏せられますからいつも言いますけども介入がない限り自然災害とか新しい紛争が起きない限りはこのファンダメンタルの通りに 145円,ううここ14円の方向に向かうと今年中にですよ145円の方向に向かいますもうこれだけ言ったらいいでしょ145円の方向に今までもずっとね値動きの方向と金額言ってきましたけども全部達成したでしょ確かに今年は買いさえ入れてば勝てる年でしたでもそれは最初から私言ってきて言い続けてきたことじゃないですか倍しか入れませんっつってね 転換も瞬間的に起きるぐらいなんですよ。セカンダリートレンドの話もしましたけども。まあ、繰り返してもしょうがないんで、次行きましょうか <laughs>、えー。1時間軸ですね。もう言うことはほとんどなくなりましたけども、レンジ引いてブレイクして、押し目も、私の言った通りだったでしょ、押し目も。もうここまでやって勝てないってことはないですからね。ただし、タイミング悪くてエントリーできないってこともありますんで、あとはね、あの、稼ぎたい方は、 この私のテクニカル、私のっていうよりもね、私のじゃないんですけど、テクニカルが頭に入ってきたしたら、あの、自分の都合で開いた時に、そのテクニカルが使える時があればエントリーすればいいっていう単純な話になってきます。そこに私の解説があると、さらに、ああ、なるほどな、やっぱりねっていうことになるでしょ。特にこの押し目このヒゲ先がどうとか私言ってたでしょ。ね、ここで帰ってくるわけじゃないですか。もしくはこっちでもいいんですけども。この間で反転が起きるから、 ここでおしめ買いすればいいわけでしょで、おしめ買いした人が、ここで利益を得てるわけじゃないですか。あなたのことですよ。<laughs> 実際にロットを入れてなくても、実際にはデモトレードであっても、勝利する技術はこれでお伝えしたことになります。また同じようなことを繰り返しますんでね、今日わかんなかった方、今日聞き逃した方、心配ありません。これからもよろしくお願いします。